どうもー、世界数少ない100億人の方々の皆さん、おはようございます。ハラオン西です。はい、はい、11月10日です。朝です。はい、うん、昨日の夜お話できなかったんですけど、うん、昨日ホールチェックして宇都宮の状況結構いいなっていうことで、もともと入った時は4泊しかホテル取ってなかったんですけど、延長して10泊取りましたね。はい、取りました。合計2週間か。いつまでここにいる感じですかね。いつだっけな、23の朝まで。あ、そうだね、23の朝まではもうここに確実にいるので、うん、ぜひ、会いに来てください。そういう話そういう話だったの、はい、あ、そう、はい、まぜひ会ってみたいですね、皆さんとね。あんまり声かけられないですよね。そうだね、100億人のファンがいるのに ね、 ちょっとね、不思議な現象が起きてるんで。そうだね、はい、恥ずかしがらないで大丈夫ですよ、皆さん。あまりにもね、ちょっとオーラが出てるから、あ、雰囲気がいいから、うん、ね、はい、懐かしいね、はい、さあ、今日は僕もね、ちょっとね、作業かなりやったことがあるので、うん、西村さんと隣で頑張っていきたいなと思います。はい、はい、明日もうね、1111111、もう1が、ね、4つ作ってもう1年に1回しかないですから、うん、はい、それに向けて、頑張っていきましょう、頑張っていきましょう。はい、ちなみに何の日か知ってる？昨日やったわ。失礼しました。はい、じゃあ頑張りましょう。はい、はい、バイバイ、はい、気がすまんのにしますよ。考えとこう。はい、どうも、こんばんは。こんばんは。今日の報告です。はい、はい、今日は、まあ、スタリーズにずっとこもって、うん、編集作業してましたね。してました。はい、うん、進み具合いかがでしたか。そうだね、まあ一応2本作ったんですけど、うん、まあ、あと作んなきゃいけない動画がザン2本あるので、うん、まあ、ちょっと3本目までね、ちょっと行きたかったなと思いつつ、はい、うん、行きませんでした。はい、うん、まあ、僕もね、2本やんなきゃいけなかったんですけど、うん、まだ1本も終わってないと。何してたんだお前は。何し、いや、結構頑張ったんすよ。いや、わかるよ、わかるよ、まあ、昼寝したりマッサージ行ったりとかまあしてたんですけど、それだ、それだな、はい、それが原因だ、うん、ちなみに君1個いいそこにいたでしょ今。まだありましたっけ、うん、もう一つ昼寝、昼寝言いました、昼寝とマッサージ してきましたって言いましたけど。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。失礼しました。はい、でも僕はね、今マッサージから帰ってきたんですけど、うん、マッサージね、うん、まあ、足つぼ最初45分間受けてたんですね。45分も足つぼ、はい、ほう、で、まあ、女性スタッフの方にちょっと力が弱かったんで、うん、力強めでお願いできますかって言ったら、うん、あ、すいません、うち力の強さの調整できないんですよって言われたんですけど。そんなことあるんですか。そんなことある、そんなあるんだ。いや、すごいね、それね。いや、びっくりしたよ、うん、はあ、なんかよっぽどのなんか、ね、そういうこだわりを持った匠なのかなと思ったら、うん、もうそれほどうまくもなかったし。うん、そうか、そういう感じなんだ。びっくりしましたよ、うん、なんか動物飼うわけでもなく、手で、もう手で、手で、はい、はあ、まあ、安かったんですけどね。まあね、はい、うん、まあまあ、これはね、僕が今まであのマッサージっていうのは力の調整ができるっていうのはね、完全に固定観念、当たり前だと思ってたんでね。当たり前ではないってことですね。まあ、そう、結構一般的な話だと思うけどね。うん、そうです。むしろ今までしてくれた方々に、まあ、力の調整をお願いしてやってもらえた、うん、そこに感謝すべき、うん、っていうことに気がつきました。一つ大人になりましたね。はい。マッサージ屋さんなんかしばらく行ってないの、うん、そう、まあ、よかったですね。はい、はい、まあ、明日から栃木編のパチンコを打っていきましょう。打っていきましょう、うん、ようやくだよ、やっと、はい、明日は早めに並ばなきゃいけないので、うん、はい、抽選つったもんね、みたいですね、うんうん、全国どこも結構盛り上がってるんじゃないですか、11月11日で。まあ、だろうね、うん、うん、楽しみだな、やっと打てるよ、何打てんだろうな、はい、事前調査では無双がいつだって話だったっけ。ああ、そうですね、まあ、明日話そうと思ったんですけど、まあ、僕がいいですよね。僕がこの間、行った昨日か、もう特定日だったんですけど、その店が北斗無双結構空いてて、うん、
刑事四国も空いてた、まあ、特に北斗無双が空いてましたね、うんうん、ああいいね、楽しみだねそれは。そうそう、旅に出かけて北斗無双、まあ、ちょっと打ちましたけど、うん、あこれはいけると思ったような調整は一度も目にしてないので、うんうんうん、初めて見たんで、はい、空いてれば嬉しいですね。チャンネル登録者数というか、まあ、視聴回数も結構伸びそうだし。ああいいね、はい、人気だからね、うんうん、はい、そんな感じです。はい、じゃ楽しみにしてます。クトムソの友達勉強しといてください、今のうちに。あ、それな、はい、はい、アニメ見てからするわ。いやいやいやはいはい、分かりました。はい、じゃあまた明日。はい、バイバイ。チャンネル登録してね。